そっちが勝ったら何を要求する気ですか。そうね、じゃあ今の女と別れなさい。俺の力を超える願いは叶えられないんだよ。おはよう。うるさいわ。ちょ、お前、な、おい、返しとくぜ。じゃあ、聞きますけど。なになに？スリーサイズは内緒よ。エリオって、どういう経緯で生まれたんですか？あのさ、マコくん。はい。私今、ノーブラなのよ。そこからちゃんと話は広がるんだろうな。うん。おー、ハイくん！始める前から逃げ出すなんて、男らしくないぞ！さあ、肉欲の世界に共に旅立とう！肉欲！もっと胸を張れ。え？一緒に寝ましょう。いい加減寝なさい。何時だと思ってる。マコくんが寂しいかなと思って。ちょっと神田。先生、何ですかその挑戦的な胸元は。今日入学式ですよ。式って名のつくとこは総じて男ゲットの社交場なのよ。新入生に手出すつもりですか。バカね。素敵なシングルのお父様がいるかもでしょ。なんかうん、怪我はないみたいだな。一回でも意思が噛み合ったことありましたっけ。ほら、そういう態度マコくん釣れないもん。ふっ、はい、オッケー、認めましょう。そしてあなたがお父さん。黙れ。あなた、こっち来て一緒に遊びましょう。ほら早く。うるさい。皆さん、婚活ファイトだよ。もしダメでも後輩くんが嫁にもらってくれるって。いっとらん。マコちゃん、あたぼ。どうしよう、考えろ、としよう。いいじゃない。マコくん、まだまだ子供なんだし。そっちじゃねえよ。深海スイープ。どう？終わった？美術教師の戦国千尋。桜校の監視要員。ちなみに、現在レベル35位。絶賛婚活中。29歳と15歳で15歳。